ここ数ヶ月ばかりの間で突如として姿を消した DJ スピリタスこと時枝親方。多くの者がその身を心配し行方を探るのだが、一向に手がかりもなく途方に暮れている頃だった。歴史古書の大どんでん返し江戸の乱に時枝親方と似た人物、35万石城主時枝門左衛門を発見する。時同じく彼の家を訪ねた仲間が彼の庭の隅に大きな井戸を発見し、それが向こうの時代へと通ずるタイムスリップ井戸ということに気づいたのだった。皆のものびっくりしておったか。僕はな、わしの隠れ家じゃ。ちょっと見てられ。上がってもよろしゅうございますか。おう、入れ入れ。おう、皆の者、ぎっくりしておったか。お暇にしておったか。まあな、ここはな、わしの隠れ家じゃ。ちょっと見てられ。ここはわしの家じゃ。まあゆっくりしろね。いろいろあるかの。広いんでの、いろいろ見てられ。トイレに行ってみるか。こちらじゃ。こういう感じだからの。なるほど。こうしっかり持っての。このような感じになって。こちらが男子トイレのようで。そうじゃ。変わらない。ここが次の間じゃな。この100万。ここにみんな集めておる。ゆっくり飯食べて、柵寝るときはこっちじゃ、やっぱり。柵寝るときはこの部屋じゃ。いろいろあるからもう。この中は決してあげるではないぞ。わしの大好きなまんじゅうが入ってます。ということで、はい、今回は、勝山の、武家屋敷ですかね。武家屋敷です。はい。はい、昔の時は真庭市ですね。こういうところもあるんだよと。でこういうところに来ればね、まあ、こう歴史を遡れるかなと、いろいろ見えるかなと、現代にね、こうないものがたくさんあるんで、いいですね、やっぱ落ち着きます。今日はね、ちょっとあいにくの雨だったんですけどね、また、ね、晴れの日にもやっぱ見た目が変わると思いますので、その時の映像もあるんで、こちらどうぞ。ありがとうございます。いつもスピチューブ見てくれてありがとう。これからもよろしく。チャンネル登録もぜひぜひ。